住見翔太郎さんです。ご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。九ヶ月に及ぶ養成所での訓練生活がついに終わるんですが、はい。はい、一番印象に残っていることはありますか。一番印象に残っているのは憧れだった競争者のエンジンが初めて自分の手でかけれたことです。どうん、でしたか。初めてかかったときは。いや、今までずっと憧れだった音とか迫力っていうのがすごい、うん、自分にすごい伝わってきてすごい感動しました。うん まあ大変だったこととかかはありますかあのプラグを抜いてかからない状態でひたすらバイクを押すっていうのがすごいもうきつくて、うん、続もう続かないかなと思うぐらいあもうそこの時点ではい、はい、すごいもうその時点でもう、うん、結構来てました心折れそうになったわけですねじゃあもう生活の面ではその10か月間中でみんなと集団生活してて、はい、心が折れそうになったこととかありますか いやみんなと生活しててっていうのはないんですけど、うん、朝早くから起きて、強練したりだとか、うん、もう一日中スケジュールが詰まっててすごいここに来る前の生活とは全然違ってたのですごい最初は慣れるのが辛かったです、うん、一日の,その生活の中で、はい、これは一番続けるのしんどかったなって思うことはあ教練です強練が、はい、どんなことをするんですか 朝ランニングを外周3周走って体操をして筋トレがあるんですけど自分、筋トレとか全然もうできなかったんで、うん、もう最初のもう年末ぐらいまではすごいきつくて、うん、もう全然ついていけてなかったのですすごい悔しかったですね楽しかったことなどは楽しいのはもう宿舎帰ってきてみんなで騒いだり、うんはい、話したりするのが楽しかったですね。 入賞した頃と今とで、心境的に変わったことはありますか入賞する前はすごい憧れですごい受かって嬉しくて、試験に受かって、ここに来れるっていうのがあったんですけど、ここを来て、やっぱりこの仕事の厳しさだったり、礼儀とか作法とか、やっぱ普通の仕事とは違って、ちょっと特殊かなっていう部分があったのですごい、そこにすごい苦労しました。 そのはじ、久々に外の世界じゃないですけど、出た時はどうでした、はい。もう毎日友達と遊んだり、はい、はい、もう楽しんで。はい、すごい、すごいリフレッシュできました。その時は、はい。では、これからデビューに向けての意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、四、はいはい、月に三用トでデビューします。住み太郎です。デビュー戦から一着取れるように活躍できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。